はい、それでは FF6 続きをやっていこうと思います。鳥ちゃんがいるんだけど、こんにちは。ちょっとね、魚取ってくるって言ってたよね。あ、お魚泳いでるね。食べれるの？こっちおいで、こっち。こっちおいで。あ、消えちゃった。これちょっと何気に難しいミニゲームやめてください、ちょっと。魚取ってくるわって言ってたけど。お、泳いでない。鳥さん、こいつ食えるかな？魚ゲットしたのかな？あれ？魚泳がなくなっちゃった。逃がしちゃったかな？おじいちゃん食べなきゃ体に。どうしたのおじ？シド？嘘、嘘よ。ずっと一緒に暮らすって約束したんじゃ。おじいちゃん返事をして冗談だって言ってよ。おお。FF6 のシドは死んじゃうんですね。あ、動ける。動けないかって思った。え、これ崖から身投げ。え、やめようよ、そういうの。何人か生き残った島の人も次々と希望を失い、北の岬の崖から身投げしようって言ってたね。みんな死んでいく。ロックももういない。世界はもうおしまいなのね。バッドエンドやめてよ、マジで。ちょっと待って。戻ってきた。あなたが守ってくれたの。何の希望もない私を助けて。一体このバンダナは？もしや。ねえ、あなた今どこから来たの？あなたの傷を手当てしてくれた人は生きてるの？ねえ、答えて。バナナロックのってこと？あの人は生きてるのね、ロック。セリススタートっていうね、まさかの。ティナたちどうなったんだろうな。シド死んだのか。あ、なんか置いてあるんだけど。何これ。外の世界に出ろ。仲間はきっとお前のことを待っている。ストーブの横の階段から下へ降りなさい。そこに答えが待っているから。おじいちゃんより。ストーブの横の階段。はい。ここ？横の階段？ストーブ横？ここ？わ かんないんだけど、ストーブってこれだよね。横の階段から外に出なさいって。あ、なんか見えた。おお！
あ、イカダがあるんだけど、おじいちゃんの分も精一杯生きるわ。指導志望か。これメンタルに来るな。どこまで行くんだろう。大陸の感じもすごい変わっちゃいましたよね。街がいくつか見えるな。街が見える。敵出てくるんでしょうか、これ。普通に。あ、出てくるんだ。キラーマンってそのままに、なんか強そうなんだけど、ちょっとやめてください。魔法の方がいいかな。そう、セリスもさ、全然魔法覚えられてないからやばいんだけど。ブリザラも覚えてるけど、あ、そっか、幻獣ってどうなったんだろう。お、強い強い。太陽。お金がね、めっちゃあるから、お買い物したいよね。エーテルが思いのほかに必要やったな。めっちゃ買っとかないと。はい。OK、ナイス。拳銃は？あ、拳銃普通にできんじゃん。セラフィムで、安定セラフィム。ここに行きましょう。あ、アルバルグの町。帝国の下だよね。あの塔を見たか。塔の上には三頭身の力を持ったケフカ様がいる。この世界の神だ。またなんか様つけてるよ、みんな。道具買ってこう。エーテルがめっちゃ必要なんだけど。20個ぐらい。わ。万能薬。ハイポーションもなくなっちゃったな。めっちゃ使ったもんな。OK。ちょっとここを探索しましょうかね。あの塔に行くの、ケフカがいるところ。嫌なんだけどって。こんな世界なら多少はどこじゃありません。世界が引き裂かれた日、世界中の瓦礫が吸い取られるように大陸の真ん中に集まってきた。そうやってできたのがあの塔だ。なるほど。世界が引き裂かれる前のあの華やかだった頃。もう二度とやっては来ないのでしょうか。誰が死んで誰が生きてるかっていうの知りたいですよね。被害は甚大だと思うんですけれども。ちょっと待って、ここの町でちょっと誰かと合流できないのかな。今まで来た町もどうなってるか気になるよな。アクセサリー屋か。ちょっと待ってよ。セリス装備で、あ、もしかしてダッシューズ履いてないかな。あ、何も履いてない。ダッシューズ履かせます。じゃ、遅いからね。よしよし。1000年前の古文書にこんな文を見つけました。この強すぎる力を8匹の竜に封印する。その名はジハード。8匹の竜を倒すと再び力を蘇らん。これ大事なのか。あら、あなた、ごめんなさい。この前ここに立ち寄ったモンクソーが探していた人に似ているものだから、それとの北のチェンに向かうと言って街を出ていたわ。あ、モンクソー、マッシュか。あ、
これはちょっと合流できそうですね。300×ちょっと止まるか。こういう時こそね、経済を回さないといけないからね。ちょっとあの塔も気になるけど、先にチェンの方に行きますかね。あのセラフィムゲットしたところだよな。はい、この前空を飛ぶデスゲイズを見た。飛空艇なんかでもしあいつに出会えてもしたらデスゲイズ、なんだろうそれ。こんなもんかな。特に進むような要素はないですかね、ストーリーが。お主のこの目の輝き、この前この町を訪れた文句の男によく似ておる。あ、マッシュだよね。もしケイコ様に逆らうものなら、裁きの光がその町を焼き尽くす。逆らえないのさ。いででで、あちちちち、もう全ては終わったんだ。世界が引き裂かれ、あちこちで封じられていた古の怪物が蘇った。デスゲイズやフンバも、そして伝説の3匹の竜が、なんか新たに強そうなボスが出てきちゃったってわけね。船はあるけど乗れない感じか。よし、じゃあちょっと千の町に向かいましょうかね。はい、さて先に合流するのはちょっとマッシュっぽい感じがするな。では移動しましょう。あった、あー敵が。しようかな。ナイス。こちらに、あ、来た。禅の町。蛇の道と呼ばれていた谷が海底からその姿を現したんじゃ。不吉な姿じゃ。そこに結果の狂信集団たちが塔を建てたらしい。そこにも行かないといけない。え、なんかみんなめっちゃ慌ててるんだけどいらっしゃいじゃないよ冷静ですね。ちょっと休んでいこうかな。ちょっと MP 少し使っちゃったから。回復だけお願いです。家に取り残された子供を助けてやってください。お、おう、子供。みんなめっちゃ慌ててる。どうしたどうした。喧嘩に逆らったんで裁きの被害が家を狙ってきたんじゃ。武器いいやつないかな。いいやつ、あ、何もないか。 OK、 サボケの光どこに落ちたの。私の子供の中にあのお願いです、助けてください。あ、マッシュ。お、セリス今助ける。待て、俺が動けば家が崩れ落ちる。まず中にいる子供を助け出してくれ。あまり持ちないね。早めに頼むぜ。かっ、6分。子供どこ。あ、ヒールロット。はい、敵出るんかい。ちょっと、もういい、死ねえ。全滅なんですけど、なんだこりゃ。あ、よかった、ここからで。じゃあちょっともう一回行きましょう。よし、子供いた。よし、で帰るけど、もう敵が本当にもうマジでうざいんだけど、逃げるぞ。逃げよ逃げよ逃げよ逃げる。はいはいはい。もう3ターンもバトルなんてできないよね。早く逃げて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 。オッケーオッケー。
ここにトライアル実は3回目ぐらいです。もうやばくって、ほん、死にまくってね。だからね、もう宝箱どこかっていうのも分かっちゃいました。よっしゃ待ったぜ。はあ、焦った。もう次元イベントマジで焦るわ。マシュ生きてたのね。当たり前よ。たとえ避けた大地に挟まれようとも俺の力でこじ開ける。もうみんな死んでしまったかと思っていた。希望は叩いてしまったと思ってたけど、諦めちゃいけないわね。生きてやるかもしれない。みんなを探して、そして、あ、ケフカを倒し平和な世界を取り戻す。わーい。東に行くと海から姿を現した蛇の道に出る。さらに東に行くとモブリズの村がある。裁きの光によって全て焼き尽くされた跡じゃがな。そこに行かないとダメかな。 いえ怖かったよ。よかったよかった。ケフカに見張られてよと思うと、ねえ、もうケフカの悪口も言えないっていうね。みんなバカにしてたのにな、ケフカのこと。あー、よかった。いや、なんか疲れちゃったな。ちょっと今回ここで終わりにしとこうかな。いや、ここに来るものがありますね、これ。よし、よかった。あ、そうだ、久しぶりだからちょっとマッシュの必殺技見とかないと。あ、何かなるか。東に行かないといけないみたいだね。蛇の道。はい。ここに結構狂信集団たちが戸を立てたらしい。ちょっとこれも怖いですけど。はい。じゃあ次回は、あー、あ、なんか新しい敵が。あ、じゃあもう毒ってるんだっけ、もう。早速。よいしょ。ちょっと今回はね、このバトルで終わりにしておこうかな。はい。久しぶりということもあって、お、よっしゃよっしゃ。あ、そうだ。マッシュに現状をつけるの忘れてた。どうしよう、何をつけようか。キリンかな、とりあえず。はい、じゃあちょっと今回ここまでにしましょう。なんかちょっとメンタル疲れちゃった。いろいろありすぎてね。もしかしたら、死の生存ルートもあったのかもしれないんですけれども、まあね、初見プレイなので、まあ、なされるがままにやっていきましょう。はい。ではご視聴いただきありがとうございました。